おはようございます。ヘイヘイ、おはようございます。いかがお過ごしですか？ヘイヘイ、アロハ、皆さんおはようございます。北のぞみさん、チャッピーさん、おはようございます。ヘイ、トマコ TTYM さん、おはようございます。 DL さん、カズミさん、おはようございます。左田さん、アロハ、ヘイヘイ。OK、 じゃあ今日もウクレレやっていきましょうね。 OK、 じゃあまずチューニングからいきますよ。チューニングからね。 OK、 じゃあまず G の弦いきます。 OK、 G の弦ね。次 C の弦いきますよ。次 E の弦いきます。 OK、 ラスト A の弦ね。はい、いきますよ。 OK、 大丈夫大丈夫。おはようございます。今日もよろしくお願いします。 OK、 じゃあ今日は、あ、そうだ、今日ね、そうだ、まずこれをあやちゃんに、これ知ってますか？これあやちゃんに、あやちゃんのストーリーでちょこっと乗っけたら、ごめんごめん、反響が良かったみたいで、見えるかな、これ。ねえ、これアサラトっていう楽器ですね。西アフリカの楽器。別にウクレレのレッスンとは何の関係もないんですけど、ね、ちょっとインスタ、ストーリーで反響が良かったから、あやちゃんが紹介してみたらって言って、うん、そう、魔法のパーカッション、そうですね。そう、手をね、こう2つのボールがあって、ほんとシンプルなんですよ。この玉の中に、まあ、砂利ですね、こうチャカチャカするのが入ってて、ね、じゃあこれをこうやって振りながら、ね、この玉を離して当てるんですね、こうやってね、それをこっちとこっちで違うリズムでやる。こんな感じ。そう、難しそう、ね、そうそうそう。でも面白いですよ、これも。うん。これもどこでもできる楽器の一つですね。そう、こんなことをやりながらこう歌歌ったりとかね。お経みたいな歌。これね、あ、これね、そうそう、これウミガメの卵からどうやって作るんですかって。そう、これ僕が持ってる、これはそう、屋久島に行った時にね、これを作ってる人がいて、これだから、ね、僕の知り合いが作ったものなんですけど、ね、これが本物、これが本物、西アフリカの楽器で、まあ、木の実ですね、木の実、こういう木の実があって、こんな木の実が、うん、ね、そう、でこれの中にその種ですね、種を入れてこう音させて、ね、こっちが本物のやつ、ね、こんな感じの、うん、そう、でこれは僕が持ってるやつ、これはでこの楽器を真似て、あの種、この実がね、日本とかにはないでしょ、これアフリカとかにしかないもんですから、うん、でこの屋久島にいる人がこれウミガメの卵を拾ってきて、でこの表面、これは屋久杉、屋久島に生えてる杉の木ですね、大きい縄文杉とか、ああいう屋久杉のおがくず
木のくずですね、木のくずを、まあ、エポキシ樹脂に固めて固くしたような、うん、ね、こんな感じ草です。でちなみにね、あともう一個、これはもう僕が作ったやつなんですけど、これサイレントのやつね。これ夜中とか練習するときにうるさいでしょ、チャカ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 ね、だからこう音がしないやつですね、うん、でもこう一応できるっていうね、何も聞こえないけど、そうそう。でこれはちなみにセパタクロー、タイランド、タイ王国行ったときに、セパタクローっていう、なんだろう、あれはなんか足でやる蹴鞠ですね、蹴鞠みたいなやつ、蹴鞠のちっちゃいやつが売ってたんで、それに紐通して練習用ですね、これは夜中でもできるっていうやつで作ってます。そう、もし興味あったらね、教えてあげることもできますんで言ってくださいね。そう、おはようございます皆さん。お、すごいって、嬉しい嬉しい。そう、僕が持ってるやつはウミガメの卵ですね。そう、指パッチン的ないい音ね。そう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 、うん、紐の長さを自分の手に、あ、そう、そうな、そうなんです。もう言ってみればもう何にもないんですよ。紐の、もう調節できるものは紐の長さぐらいしかなくて、うん、ただもうそれだけですね。でここの結び目ほどいて自分の手の長さに合わせて、うん、ね、ね、さ、こんな感じです、ね、やってみたいです。お、いい音ね。そう、よかったよかった。ガシャポンのプラスチックケースでも作れるかな。うんうん、作れる作れる、あれでしょ、うん、作れると思いますよ。あれのこのサイドの弱いところだけなんかガムテープでして、中に砂利かなんか入れて、うん、できますよ絶対。そう、あのね、日本はねプラスチック製のやつが確か売ってたと思う。うん、なんか見たことあります、楽器屋さんで。プラスチックで作ってるんだなんて思ってことあるんで、うん、ショーンさん何でも作っちゃいますね、嬉しい。おー、セパタクロー、そうそうそう。アロハレレさん持ってるんですか。お、アロハレレさんは持ってるんですか。お、いいね、楽しいですよ、すごい楽しい。リズム感の勉強にもなりますね、うん。オッケー、じゃあウクレレやっていきましょうかね。さっきウクレレ落としちゃったんですけど、強いから大丈夫ですね。今日はね、オプスと、これかな。オッケー、今日は何やりましょうっていう感じですね、正直言って。うんね、ちょっと3曲ぐらいあれがあるから皆さんに選んでもらって。そう、楽器屋さんで売ってますね。そう、楽器屋さんで売ってます。うん、そうそう、こんなね、アサラトとかバナクラとか、あとなんだっけな、 パチカとか、なんかそんなような名前で売られてますね。うん、そう、面白いですよ。うん、お、アフリカさん、アフリカ土産です。なるほどね、そう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 、アフリカの土産なんかでもね、うん、ありますよね。オッケー、で今日はそうですね、何やるって感じです。ちょっと3つぐらい持ってきたんで選んでくださいね。まずはこれ、スピッツですね、日本の曲スピッツ。これがいい人、そうでもないですね。じゃあ翼をください。これか、あとトップオブザワールド、カーペンターズですね。ね、カーペンターズ、ちょっと待ってね。ね、まあこれ3つとも同じようなレベルなんで、まあどれがいいかなと思って。うん、お、ミキ姉さんスピッツ希望、 OK、 じゃあスピッツいきますか。お、カーペンターズ希望、お、カーペンターズ希望、 OK、 じゃあね、ちょっと待って、どっちにしようかな。お、スピッツ、アロアロソンクスピッツ、そうですね、カーペンターズ、これ英語ですもんね。まあでもこれも後にやりましょうね、そのうちね。じゃあ今日はスピッツでいきましょうか。カーペンターズ、スピッツ、お、お、すごい表が入ってってるぞ。スピッツ、カーペンターズ、カーペンターズ、スピッツ、3、4、5、1、2、3、4、5、 OK、 じゃあ今日は一応スピッツにしましょうね。また来週とか再来週でもまたカーペンターズやってみましょう。
おでも結構カーペンターズの声も多いですね。お白川さん翼をくださいが入りましたね。おじゃあこの辺はまあみんな一度はやってみたい曲ですねきっとね。 OK じゃあそうですね、カーペンターズどっちにしようかな、すげえ迷うな。まあ、じゃあスピッツにしましょう、これにしましょう、とりあえずね。で来週こっちやりましょうね、トップオブザールド。あもしくは後でこっちやってもいいかもしれないね。ちょっとこれまずじゃあこっちからやってみましょうね。空も飛べるはずね。まあ知ってる人多いと思いますけど、知らない人のあれにもちょっと一回歌ってみますね。ね、弾ける人はちょっとついてきて弾いてみてくださいね。うん。OK。じゃあ行きますよ。One, two, ready, play。幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて。最初に戻ります。隠したナイフが似合わない僕をおどけた歌で慰めた。 A マイナー。色褪せながら、ひび割れながら、輝くすべを求めて、君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。聞いたことありますか、ね、聞いたことある方も多いと思いますね。 OK じゃあね、この曲ね、そこはちょっとね昔にね、もう2007年ぐらいに作った楽譜なんで、ねちょっと変な感じになってますけど、ここがね、ここの最初の2小節、ここのあれですね、2行が A メロですね。 A メロ、うん、A メロがね2回繰り返されます。ここで見ると分かるんですけど、ここが1回、2回目の A メロですね。だからここがこう来て、ここまで弾いたらこの変なマークがありますね。これが来たら最初に戻りますって感じです、ね、で2回やったらこの黒いの無視して次に行く、ね、で B メロですね。ここの2行が B メロですね、うん、B メロを歌って、でここの下の2行がサビって感じですね、うん。OK、空も飛べるはず、思い出の曲、ナイス。OK、ションさん、あ、嬉しい。おはようございます。素敵です、ナイス。カラオケでも歌います、ナイスね、そうそうそう。OK、じゃあちょっとこれやってみましょうね。もうコードはもう皆さんほとんど知ってるやつですね。一応、おさらいだけしときましょうね。ね、もう C は知ってますね、C ここ。ね、ね、C。次、D マイナー。D マイナーは F によく似たコードですね。F がこうでしょ。ね、F のここの間を1個足す、ここですね、ここ2つ、1、2、3、ここね、ここ3つ、これが D マイナーで、 G7 は知ってるね、この三角形のコード、これですね。で A マイナーはここ1個だけ、これだけですね、うん。で F は知ってるね、 F さっき言ったんで C とあと D マイナーと G7 で、 A マイナーも F、 D マイナー、あと E マイナーね、これね、 E マイナーね、ここですね、2番、一番下の2番目から階段のように1、2、3って上がってくる、こんな感じね、1本ずつ弦が
違いますね。下から1、2、3、こんな感じで、 E マイナーで FG7 でしょ。ね、あと C7 だけかな。 C7 はもうここですね。ここ1個だけね。 OK、 じゃあちょっとやってみましょうかね。ゆっくり一間ね、1小節に4回ずつですね、弾く回数は。うん、 OK、 じゃあちょっとやってみましょう。いきますよ。 1,2 Ready Play。 押さない D マイナー、G7、 A マイナー、 F、 C、 D マイナー、 G7、 そしたら一番最初に戻ります。最初 C、 1、2、3、4、 D マイナー、 G7、 A マイナー、 F、またサビがこう1回来たら2回来るって感じですね。 OK ね。じゃあ次は歌をつけてやってみましょうね、うん、一応ね歌詞ここに書いてありますからね。こんな感じかな。 OK、 これ読めるかな。よーし、じゃあやってみましょうね。 OK、 いきますよ。 1,2 Ready Play。 長い微熱を G7 下げられないまま、神様の影を恐れて、最初から託したナイフが似合わない僕をほどけた
ようこそ、よろしくお願いします。お、すごい雨音ですね。そう、今日はもう広ずっと雨降ってますね。もうこれはもう雨というか、もうなんでしょう、あの日本でいうところの雪みたいな感じですね。もうなんかすごい寒くて、なんかだ、うん、眠いみたいな感じの天気ですね今日は。OK、 空も飛べるはずね、今日はちょっと空も飛べるはずやってますね。スピッツの曲ですね、うん、じゃあもう一回やってみましょうね。もう一回同じことやってみましょう、うん、まあ、まあそうですね、もうできると思うけど、まあそのイントロ的なもの、うん、まあそうですね、まあイントロいろいろできるんですけど、もうあのそうですね、 C を2小節ぐらいやって、1、2、3、4、1、2、3、4ぐらいやって、こっから歌入るって感じにしましょうかね。そう、英子さん、寒くて眠いお天気、そんな感じです。もうなんかそうそうそう、あのなんていうんですか、もう雨がすごい降っちゃってるから外出しようにもできないし、もう家でゆっくりしましょうかみたいな感じの感じの天気ですね。日本で言うともう本当雪みたいな、なんかもう雪が外すごいからこたつで温まりましょうかみたいな、そんな感じですね。OK、 じゃあね、 C を2小節イントロのように入れて、そっからね、ここ A メロは2回ですからね、1回ここまで来たら最初に戻りますね。で2回目やったらこうずっと行って、サビが来てここまで来たらもう1回サビに戻ります。ここに戻るね、2回サビをやって最後 C でおしまいですね、うん。F から G が難しいね。 OKOKOK。 F から G はね、お、ビビエルさん、今ハワイアンパンツが取りました。ションさん、皆さんありがとう。ナイス、嬉しいです、よかった。結構多いですね、このライブ配信中に、うん、荷物が届くっていうの、うん、すごい嬉しいです、僕もそれ。 OK、 アロアロさん、 F から G が難しいね。あと、エイコさん、右手かな、そうだね、右手はどのように。 OKOKOK、 E マイナーが押さえにくい、 OK です。じゃあね、こっちで見せましょうね。 OK、 まず F から G ね、うん、F から、まあ、G こうですね。そう、これが難しい場合は、まあ、G7 でもいいですからね。 F から G7 でもいいです、うん、でもいい。ウクレレの場合はね、そう、ギターとかだとちょっと違うけど、ウクレレの場合はこれでもいい。そう、そう、でも F から G に行く場合ね、F でしょ、 G がこっちですよね、うん。まあ、何度も言ってますけど、コードをチェンジするときは人差し指から動いていく、ね、そう、なんか薬指、人差し指、中指っていう感じじゃなくて、人差し指から順番に動かしていく ね。だ、例えば C から F に行くときは C、 人差し指から動いて跡がついてくるでしょ、ね、こんな感じね、でしょ、ね、この原理を生かして G 行くときも、 F から G 行くときも、まずやっぱ人差し指からいく、ね、人差し指が3弦の2フレットですね、ここ、うん、F からまず人差し指持ってくる、で後の指がついてくる、ね、こんな感じ、いくよ、人差し指から移って後がついてくる、で、あとは E マイナーね、 E マイナー、そうですね、難しいですね。一番下から階段のように 1、2、3、 こんな感じね。特に F、G、E マイナー、A マイナーってくるんですね、この曲ね。 F、G、 そしたらやっぱこれもそう、 G から E マイナー行くとき、人差し指から移る、こっから後がついてくるね、こんな感じね。だから1、2、3、人差し指から移る、 OK ね、 OK、 基本の人の人差し指ですね、そう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 、人差し指から移るように、手のね作り上そうなんですね、まあ、自分でやってみると分かりますけど、こうやって小指からこうやって握っていったこの指の形と、こっちからこうやっていったこの指の形って違いませんか。僕違うんですよ、ほら、こっちだとなんか指が引っかかるんですね、ここで。でもこっちからだとスムーズにいくんですね。そう。ね。まあ、あとこうね、まあ、まあ何事もそうですよね。
乳搾りとかね、あのやったことあります？乳搾りとか、あのヤギとかのね、こうまあこうこういくでしょ、こうやるわけですよね。そうそれと一緒ですね。こう人差し指から、うん、で、OK。で、ちょっと待ってね、エイコさんがこっちの手ね、こっちの手のやり方ね、OK、今やりますからね。ハワイの香りがします。嬉しい。ごめんなさい。おー、嬉しい嬉しい。パンツね、よかったよかった。OK、じゃあね、このこっちの手ね、こっちの手はもう、まあ様々です。様々。でも、今のところはね、もう本当初心者、もう自分のレベルに合わせてですけど、一番簡単なのは人差し指で、ですね、うん、じゃあちょっと歌ってみますね。で僕はこれをこんな感じで弾いてます。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ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 ん、ゆっくりいくよ。下に下ろすね。じゃんじゃじゃんですね。まずこうじゃんじゃじゃん、下じゃじゃんじゃんじゃじゃん、でまたじゃじゃじゃ、じゃんじゃじゃん、今度下からじゃじゃじゃ、じゃんじゃじゃんじゃ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 ん、オッケー、下から上から下から上から、わかる？あ、ビビリさん気持ちわかりますよってなる。そう、乳縛りそうそう、乳縛りね、これそうそう、乳縛りと一緒です。そう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 、こんにちは。それはウクレレですか？そうです、これはウクレレです。ハワイの楽器です。ハワイの楽器、もともとはポルトガルの楽器ですね。そう、ポルトガルからハワイに渡ってきた楽器ですね。そうそう、うん、OK、そんな感じですね、うん、まあこのリズムね、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、これできる人はやってみてくださいね。 OK ね、じゃあもう一回ちょっと練習してみましょう。お、ウクレレですか？おいくらぐらいですか？まあこれはね、これは200ドル前後ですね、うん、2万円ぐらいです。これは、お、やってみたいって、ナイス、やりましょうやりましょう。毎週僕はここでライブ配信してますね。そう、ぜひ参加してみてください、うん、すぐに弾けるようになりますよ。 OK、 じゃあちょっとやってみましょうね。 OK、 じゃあまず2小節ぐらいね、2小節ぐらい C を入れましょうね、ここにね、架空のね、うん、イントロみたいな感じでいきますよ。 1,2, ready, C ね。1,2,3,4,2,2 歌いきます。幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて、もう一回最初から、
オッケー、いかがでしたね。オッケー。で、一応こっちの指の方も見せますね。オッケー、あと、ちょっと待ってね。よいしょ。オッケー。ナイス、オッケー、グッド、オッケー。じゃあこちらの指の方も見せますからね。もうちょっと前のこうかな、こうかね。オッケー、僕コード言っていきますからね。じゃあいきますよ。じゃあ まず2小節から、2小節イントロからいきますね。ワン、ツー、レディー、プレイ。こっから歌いきますよ。オッサーナ、Dマイナー、下げられ A マイナー、ママ F、 カミサシのカ D マイナー、ドソレ G7、 もう一回最初から C、 ラタラ D マイナー、 G7、 A マイナー、素敵です。私も買って始めようと思います。ナイス、やりましょうやりましょう、ね、毎週日本だと土曜日ですね、うん、この時間、土曜日のこの時間にハワイからライブ配信しておりますので、ぜひ参加してください。白猫さん、ショーンさんの素敵なウクレレの世界にようこそだって嬉しい。猫さん、フラダンスのようでがよく見てたんです。あ、なるほどね、あーちゃんのやつ、うんうん、ぜひ、グッグッド。そう、フラダンスとウクレレはなんていうんですか、一対みたいなもんですからね、うん、ぜひやってみましょう。お、これなら私もできそう。お、できますできます。そうそうそう、もうウクレレはね、もう4歳ぐらいからもうずっとできます、うん、ね、楽しい。お、よかった、グッド。私もフラからウクレレでしょじゃないけど、めっちゃ楽しいです。あー、よかったよかった、グレイトグレイト、オッケー。そうです、ハワイです。ここハワイのヒロですね。ハワイとヒロからお届けしております。オッケー。じゃあもう一回やってみる。どうですか皆さん、これできた。手が動画で分かりやすいです。ありがとうございます。ああ、ね、よかったよかったよかった。お、4歳からなら娘もできる。お、できますよ、絶対できる絶対できる。もうすぐこの、もうね、このもう一番最初の人はもう これですね。これとこれ、この2つ。そう、これだけでね、簡単にできますから、うん。あ、おはようございます。ウクレレシスター増えて嬉しいですね、本当ですね。うちにウクレレがあるんですけど、教えてもらうところがなくて困ってました。ナイス、グレイトグレイト、やりましょう、うん。ね、普段僕たちはここでハワイ島のヒロで、あの民宿、宿をやってますね。そうだけど、この、ね、ロックダウンとかになっちゃって、そう、あのこうやって皆さんとつながれてることが
嬉しいです。ハワイアンソングも教えて、もちろんハワイアンソングもやってます。ただここのところずっとハワイアンソングだったが続いてたんで、ちょっと今日は日本の曲とか英語の曲とかにしてみようかなと思って、うん、OK。 もう何気に36分ですね。まあじゃあこの、そうですね、どうしようかな、うん、OK。 じゃあもう一回だけやって、あのカーペンターズやってみましょうよ次はね。じゃあ最後にもう一回だけいきますよ。これ空も飛べるはず。うちの息子も5歳頃から触らせています。弾くのはオリジナル。ナイスナイス。そうオリジナル。そうですよ、もうほんとほんと、ちっちゃい時なんかもうオリジナルガンガンやらせた方がいいですよ。それがその子を結構育てますからね。あ、私は日本語でやってます、うん。あ、ゆばりさん、毎週遅くまって弾けるようになりました。嬉しいね。一回覚えちゃえばもう一生もんですからね、ほんと。オッケー、じゃあやってみましょうね。全く同じ感じのことでね、いきますよ。ワン、ツー、レディー、プレイ。2小節ね。1、2、3、4。はい、歌いきます。 C で終わりますよ。幼い微熱を下げられないまま、神様の楽譜、まあ、特に僕が作るようなやつはね、あの最後の音が書いてなかったりするんですよ。 なんでかっていうと、まあ、ほとんどの音楽は始まった音で終わるんですね。そう、始まった音がもうここに書いてあるから終わりを書かなくていいかなみたいな感じなんですけど、そう、まあ、はここね、 C で終わります。 C で始まった曲は C で終わる、そんな感じですね。 OK OK。 じゃあとりあえずね、空も飛べるはずやってみたんで、もう一個反響が高かったカーペンターズのトップオブザワールド、こっちやってみましょうかね。そう、これはちょこっとだけ、今のやつよりかはちょこっと難易度が上がるかな、ほんの少しだけね、うん、コードチェンジにね、うん。まあ知ってる方も多いと思いますが、ちょっと一回歌ってみますね、うん。ね、できる人はついてきてみてくださいね。弾く回数は4回ですね、やっぱね、一マスに4回、うん。じゃあちょっとやってみますよ。ちょっと僕にはちょっと低いかな、これはな。どうだ、いくよ。 1, 2, 3。 Such a feeling coming over me, there is wonder。Won't be surprised if it's a dream。
ね、知ってる人も多いですよね、カーペンターズの昔の曲ですね、うん、まあ、原曲はもうちょっと早いですけどね、あのちょっとテンポよくやってますけど、もうご自分のテンポでやってみてくださいね、うん、OK ね、じゃあちょっとやってみましょうね。もうまあコードはもうさっきとほとんど一緒ですね、スイート G と F と、ね、この辺分かりますね。あと Em がちょっと難しいの出てきますけど、まあ、あと Fm ね、これ先週ポーライライとかでやりましたね。そう Fm がね、まず人差し指ね、コードを覚えるときはまず人差し指の位置を覚えるね。だから人差し指はここですね、で後の指がついてくるね、ここがここ、中指がここね、で薬指が一番下の3番目、ちょっと難しいコードですね。これが F マイナーね、うん、でこれ初めて見たコードじゃないですか、 G サス4って言いますね、サスペンデッドフォースっていうコードで、まあ、飾りをつけた音ですね。こう G、 これが G でしょね、見えるかな、こうだね、 G に飾りをつけるような音ですね。だからまあこの G を作った後にこの小指でね、小指で一番下のここ、一番下の3番目、うん、ここを足す、こんな音、うん、ぐらいかな、うん、OK、うん、じゃあちょっとやってみましょう、ゆっくりね、いきますよ、ね、できるところまでついてきてくださいね、いきます、ワン、ツー、Ready, play. Such a feeling, G coming over me. 1, 2, 3, 4. 1, 2, E minor. 1, 2, 3, D minor. G7. C. C7.小指を足す、小指足すだけ、そしたら最初に戻る、 C G F C 1 2 3 4 2 2 3 4 E マイナー 1 2 3、 D マイナー G7 C 1 2 3 4、 C7 1 2 3、 F 1 2 3、 GE マイナー、 A7、 D マイナー、そしたら難しいね、 F マイナー、そしたら G で小指を足して C、 1 2 3 4 2 2 3、 F ね、 F、ウクレレ欲しい、ネットだネット、ナイスナイス。あとうちでもウクレレ売ってますからね、今はテナーサイズがありますかな、うん、あとこれもおすすめですよ、このレオラニっていう会社のやつ、うん、ハワイから日本に送ってくれますから、うん、OK、 じゃあちょっとこちらの指も見せておきましょうね。でこれいろんな、ね、弾き方できますけど、今は別にそんなチャレンジしなくていいですからね、まずコード、ね、コードチェンジでこのジャンジャンでもいいですし、 OK、 じゃあちょっとトップオブザワールド、僕コード言っていきますからね。そう、レオラニですね、レオラニ、レオラニっていうこの レオラニ、そう、このホームページってまだ使えるかな、まだ使えるかちょっと確認してないですけど、一応僕の名前をクーポンコードで入れるといくらか安くなります、うん、レオラニですね、ラニ、うん、
オッケー、じゃあいきますよ。そう、レオラに、うん、オッケー、じゃあいきます。ちょっとここ、ね、オッケー、いきますよ。 C から始まりますね。 1, 2, ready, play. Such a Fiji F ね、 E マイナーいきますよ。Eマイナー、 D マイナー、 G7、 C、 C7、 F、 G、 E マイナー、 A7、 D マイナー、 F マイナー、 G、小指を足す。サビいっちゃいますね。 C、 F、 E マイナー、 F、 G7、もう一回ね、もう一回やってみましょうね。どういうの？ OK、 じゃあ今度は歌入れてやってみますね。 OK、 いきますよ。 1, 2, ready, play. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. サビいっちゃいますね。サビ C。ただ今こっちじゃん、これだけだってね、これだけだってですね、これだけじゃ面白くないですね。そうだ、まあちょっとこっちでなんかこんな感じかな。じゃんじゃじゃん、さっきのスピッツのやつと同じリズムですね。じゃんじゃじゃんね、下下上ね、まずそこまで。じゃんじゃじゃんやったら今度は下から、じゃんじゃじゃん、これでやってみましょうね。で、いきますよ。こんな感じになるからね。いきます。 Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got theIs the love that I
そんな感じですね。 OK。 おー、早いもんでもう52分ですよ。 OK。 あ、白猫さんも早く一緒に来てですね。うん、グッグッ、ね、ぜひやってみましょう。うん、 OK。 じゃあね、最後にもう一回だけ弾いて今日は終わりにしましょうね。うん、とりあえず今日2曲やりましたね。 OK。 あ、のぶこさんめっちゃ楽しい、ナイス、グレイグレイ、チョッピーさんも楽しい、ナイス。OK、 じゃあ最後にね、もう時間もあと7分ほどに迫ってきてますんで、最後に1回だけやっておしまいにしましょうね。ここで1回戻るんですけど、ちょっと戻らずにもうこのまんまいっちゃいましょうね。 OK、 よし、それじゃあいきまーすね。じゃあイントロとして C をまた2小節ここに足しましょうね。お、私の組むはそのストロークを小倉圭と言うのですよ、だって本当小倉圭だろうよし、じゃあね、あっという間ですね、本当ね。じゃあ最後にもう一回だけいきます。ちょっと僕には低いんでね、ちょっとね、いきますよ。じゃあイントロね、2小節、1、2、Ready, C。 はい、いきます。行きましょうかね。どうでしたか、2曲できましたね。2曲お、ね、時間あっという間ですね。 OK、 OK、 でまた明日お散歩ライブしますんで、ぜひ参加してくださいね。あとは今ハワイアンパンツまたいっぱい作ってますんでね、まあ、日本に夏が来る前にね、そう、また何個かできると思うんで、うん、OK、 で今日はこの辺にしておきましょう。マハロー、素敵な時間ありがとう。こちらこそ。できました。よかったよかった。ナイスです。あと、後で、あやちゃんに、シェアしてもらいますんでね。この、今日やった2曲。楽譜。うん。OK、まあ、ハロー。See you tomorrow。ね、明日お散歩ライブしますんで、ぜひ参加してください。じゃあねー。バーイ。